皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、土曜日、株式市場休みなんで、ごちゃんのまとめから、気になるものを見ていこうと思います。で、今回はですね、タイトル見て、即決しました。タイトル、かっこエッチしませんか？女の人を見るとしたくなるんです。ということで、もうこれ、タイトル強すぎるというかね、多分まだ内容見てないんですけど、事件だと思うんですけど、不審者とかね。この言葉からわかる、なんていうんですかね、このやばいやつ感が、もう楽しいだろうなと思って、こちらを選びました。では早速、見ていきたいと思います。三重県警によるとですね、5日午後8時25分ごろ、女性への卑猥な声掛けが発生したということで、特徴、その犯人の特徴ですね、は男性でダウンで灰色のズボンということが挙げられます。で、実行犯の、言動や、状況、女性に卑猥なことを言ったと。内容はエッチしませんか、女の人を見るとしたくなるんですということで、現場付近はですね、茅ヶ崎駅付近と、中学校とか、医科大学があるということで、コメント見るとですね、怖い草とありますけど、だからそのね、無理やりこう触るとかね、なんか暴行するみたいなことがなかったのは良かったなと思うんですけど、なんかわかんないですけど、ほっとくとね、こういう不審者とかエスカレートすることありますからね。早めに特定するというかね、捕まえないと、今はまだこう声掛けで済んでるけど、なんかこう、だんだんエスカレートしてね、触るとかね、抵抗されて、刃物持ってたとかね、暴力振るみたいな可能性はありますからね。早めに、犯人見つけてほしいなと思うんですが、健康で礼儀正しいと、見えか、真摯やと、正直でよろしい。でも今考えたら、ちょっと不審者と、ナンパの中間って中間なんですかね。ただ、内容的に、難しいですよね。素直っていうか、結構、バカだなっていう感じなんですけど、ワイもしたくなるんやが声書きできへんと。正直者だなと。正直だけど、そういう場で言わなかったのがマイナス。素直な子やん、親がちゃんとしてると。少子化なのにただの声掛けを不審者とするのおかしい。通報者自分でこれを説明したのか、ワイなら嫌だなと。強キャラっぽい。閣議決定で一致合法化が待たれると。あなたみたいな美しい人を見るとと言うべきだったと。言わないだけでみんな思ってるよ。風俗行け、少子化対策に取り組みませんか、地元で笑ったと。ナンパを直球で言っただけじゃん。そうなんですよね、受け取り方とか人笑い入ってたりとかね、言葉足せば確かにナンパっちゃナンパっぽいんですよね。なんかそのお綺麗だったんでとか、そのエッチしませんかっていうのもちょっとその直球すぎたんですけど、もうちょっとなんか冗談っぽくというかね、伝え方違ったらなんかナンパで笑わせようとしてんのかなっていう風なんですけど、もう正直これだけ聞いたらただの不審者なんですけど、ランチ行かないって要約するとこうだよな。また南自衛民の仕業か。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。急に反町出てきましたけど、性欲に強くて無意識に腰振ってまうやんかという、2018年のスレが引用されてますが、
ほんまに辛い。リアルに外でも小さく腰打っても歩いてる時も若い姉ちゃんとか見つけると腰振りながらとつけてまうし、ほんまにきついと。いや、この声優が強いとかね、その綺麗な人とか若い人見ると見ちゃうとかムラムラするぐらいはわかるんです。それは別にまあ人それぞれとしても、腰を振るっていうのがわかんないですよね。別になんでだろうっていう感じはするんですけどね。草ホラーや HG、 まあそうですね、 HG も、まあ、あれネタでねやってたんですけど、ワイン飲んでそう欲望に忠実すぎるということで、まあ、まあ過去にもねこういったまあ犯罪、まあ、性犯罪ですよね、不審者とか性犯罪のまあ、あんまりひどいもんとかね、その暴行を加えるとかひどいっていうのは、まあ、あんまりこう傷ついてる方というかねいるのであれなんですけど、まあ、ちょっと笑える範囲の、過去のものをいくつか見てみようかなと思います。ちょっとですね、間抜けな犯罪者たちっていうのが出てきたので紹介していきたいんですが、何も聞こえない銀行強盗、まあ、1995年ベルリンで、銀行に、ピストルを持った男が入ったと。で、金を要求して、金を入れるバッグが必要かと尋ねると、彼は大声でこう言い放った。その通りだよ、これは本物のピストルだ。銀行員たちはハと、この瞬間銀行員たちはどうも男の様子がおかしいと気づくと。そして確信した、この男は耳が聞こえないと。で、銀行員は堂々と警報器を鳴らし、けたましい音が響き渡る中、男は平然と金を要求し続けたと。で、そこへこれまた大音量でサイレンを鳴らしながらパトカーが到着、当然のごとく男は逮捕となったと。ビールが欲しかった容疑者、容疑者の住所が判明しても行方をくらましている場合はなかなか逮捕につながらないと。でそこでイギリス、ダービー社の警察ではある面白い方法を試みたと。逮捕を逃れている、容疑者の住所にですね、ビールが1ケース当選しましたというビール会社のキャンペーンを装った封筒を送ったと。ビールをもらうためには封筒に書かれている番号に電話して待ち合わせの時間、場所を告げる必要があり、まさにビールにビールを餌に犯人を釣ろうという計画。こんな分かりやすい手に引っかかるかと思ったんですが、なんと19人もの容疑者がビール目当てに姿を現してその場で御用となったと。電話番号を置いていった強盗。2008年ルーベン・ザラって、過去18歳の、シカゴの男性ですね、カー用品店に銃を持って押し入り、カウンターで金を要求と。店のマネージャーしか金庫を開けれないが、彼は今ここにいないと店員が伝えると、マネージャーが戻ったらここに電話してくれと言って、自分の電話番号を書いたメモを店員に渡して帰ってしまったと。店員がすぐに警察に連絡し、店の奥にスタンバイで、店員が犯人に電話をかけると。でその後戻ってきた犯人が逮捕となったということで、まあ、結構やっぱ素直な犯人ってまあ当たり前ですけどすぐ捕まりますよね。まあでもまあ憎めないなというか、まあ大体でも人を傷つける前に捕まってていいなと思うんですけど、最後にですね、不審者セリフ集というのがあります。で、これを見て終わりにしたいと思います。遊んでいた、ジョジを撮影と。休まなくていいの。バイバイしてねと。下校途中の、ジョジラに声をかけた。学校帰り、友達と話をしていたの。他にはですね、まあ、キスしていい、電話番号教えてと。そして先ほど紹介したですね、エッチしませんか、女の人を見るとしたくなるんですと。まあ、こう今のとこですね、結構やっぱエッチしませんか、女の人っていうのはこの、
言葉の中でね、あのパワーワードだなと思いますね。他は、まあ、今何時とかね、普通に時間聞いてる可能性もあるし、まあ、肌白いね、もう別に侮辱してるわけじゃないしね、どこ行くの、何歳何年生とかがね、逆に一番気持ち悪い気もするんですね。何歳と何年生ってほとんど同じじゃないかなっていう気もするんですけど、おい僕こっちに来なさいは、まあ、この男の子、若い男の子が好きなのか、もう普通に誘拐なのかもしれないから結構怖いですけどね。ねえねえいくつ、もう微妙ですよね。普通に、まあ、年聞いて、まあ、シチュエーションとかね、その人の、まあ、言動、行動にもよると思うんですけどね。縄跳び貸してとかね。まあ、何歳が多いですね。やっぱり不審者情報。でも今、若い女の子を公園とかね、外で見つけて、何歳って聞いたら、不審者目撃情報センターに乗ります。っていうぐらい、やっぱりそれぐらいだから、まあ、治安が悪いっていう、はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、タイトルエッチしませんか、女の人を見るとしたくなるんですから、まあ、不審者とね、まあ、間抜けな犯罪者を見ていったんですが、まあ、調べるとですね、まだまだ、あってですね、まあ、当然ね、ここ数十年、100年以上の間のね、不審者、まあ、海外のも入れちゃうと、まあ、不審者事件とかね、間抜けな犯人みたいなことも、たくさんあると思うので、まあ、この動画をね、公開して、まあ、視聴というかね、需要があれば、また第2弾、第3弾も、紹介していきたいなと思います。今回は以上になります。よかったらですね、チャンネル登録していただいて、また別の動画も、見ていってください。ありがとうございました。